皆さん、お昼はどう過ごされてますでしょうか。これからプラチナスポンサー3社さんによるスペシャルランチタイムセッションを始めたいと思います。それではモデレーターの寺田さんお願いします。はい、こんにちは。バイコン GP アソシエーション代表理事を務めてます寺田です。今年もランチセッション担当することになりまして、私の方で司会を務めて、3社それぞれ 1人ずつですね、3人にこれから登場いただいて、ランチの時間をですね、パネルディスカッションということで、特にまあ耳だけ聞いていただくのがいいかなと思うんですが、特に画面の前にいらっしゃる方は画面も見ていただければというふうに思います。ランチ食べながら、パイコン JP のパイコン JP を楽しんでいただければと思っています。はい、じゃあ今日のパネリストの紹介ですが、この後皆さんに自己紹介をしていただきますが、ヘンゲさん、チュラデータさん、マイクロソフトさんからそれぞれ1人ずつですね、来ていただいています。じゃあ、早速、自己紹介の時間入りたいと思います。最初にヘンゲさん、はい、イスカンダルさんです。イスカンダルさんどうでしょう、会社の紹介をお願いしたいんですが。はい、こんにちは、はじめまして、ヘンゲのイスカンダルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前は、私の日本語はあまり上手ではありませんですが十分です、大丈夫です、まあ、よろしくお願いします。はい、OK、 はい、ヘンゲの自己紹介です。はい、ヘンゲは B2B SaaS ビジネスを展開している企業です。2017年に SDE から変形に職を変更しました。グローバル企業として10以上の国からエンジニアを採用します。社内用語は英語です。はい、まあ、特に開発のチームでは常に英語を使っています。うん、まあ、多分なんだっけ、サポートのチームかな、うんうん、あそこで日本のカスタマー多いですから日本語を使います。うん、でも開発のチームは英語を使います。私たちはプロジェクトに Python や Golang プログラミング言語を使用しています。まあ、ご興味の人ある方はぜひrecruit.henge.com をご覧ください。はい、次のスライドお願いします。はい。はい、Henge は様々な形で PyCon GP のサポートをしてきました。2019年から、プラチナスポンサーになりました。でも前は2018とか2017年とか、PyCon JP のスポンサーもなりますと。はい。はい。実際には HD さんの時にはですね、PyCon APAC 2013年、東京でやった時からスポンサーしてもらってます。うん、そう。ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。あと、スプリントスポンサーやっていただいたりとか。うん、そう。はい、してましたね。はい。はい。結構継続的にずっとスポンサーシップしていただいてる会社さんです。はい。うん、じゃあ、自己紹介いきますか、個人で。はい。はい、ありがとうございます。はい。イスカンダルです。よろしくです。よろしくお願いします。私は6年間以上で変形に働いて続いています。最初の5年間はソフトエンジニアとして働いていました。でも最近4月からサブマネージャーになり、マネジメントの仕事をしています。うん。またこの数年間はいろんな国のパイコンで発表しました。うん、テラダルさんも一緒で。はい、ありがとうございます。時々会いました。そうですね。はい。うん、ありがとうございます。はい。はい、どうですかね、いつからさんね、普段英語で仕事もされてますし、はい、母国語は日本語じゃないと思うんで、今回日本語のパネリストになっていただくということで、ちょっと緊張されてると思うんですが、そうですね、日本語英語交えてで構わないんで、今日よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。じゃあ続いてチュラデータさんいきましょうか。はい、チュラデータさん、はい、はい、どうでしょうか。はい、はい、あ、よろしくお願いします。チュラデータと言います。まあ、うちなに、デイジウムさんはじゃあ作るんどという、沖縄方言で言うと、あ、今みたいなこともあるんですけども、沖縄に、まあ、最高な面白い仕事を作りたいという思いで、2017年に創業した会社になります。で、データ分析の会社からスタートしたんですけども、今は、おかげさまでいろいろ事業が増えており、お客様の課題をあらゆる技術を使って、解決する技術手段になります。
はい、で今言った話でその通りで、急拡大中につき、今、手が足りてないっていうところなので、エンジニアといいますか技術者を積極的に、採用中であります。はい、沖縄で一緒に Python を書いていきましょう。よろしくお願いします。もともとね、沖縄で会社作るっていうのが重要なポイントって聞いてまして背景もかっこいいですね。沖縄のっぽい沖縄の景色ですけど、今沖縄だけじゃないんですよね、採用ね。なんかリモート採用。あ、そうです、ちょうど昨日記事上げたんですけども、うん、フルリモートワーク OK になったので、はい、どこからでも働けるようになりました。はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ次スライドお願いします。はい、はい、で僕は、IPAR 隊長と言います。はい、で、あ、生まれも育ちも沖縄で、マチュラデータとして、データアナリストとして働いています。で、まあ、データアナリストって肩書きなんですけども、まあ、とりあえず何でもやるっていうことを、これまでやってきました。で、今はそんなに活発的じゃないんですけども、パイデータ沖縄の、オーガナイザーやっております。コミュニティですね。はい、で、その辺でデータ、あ、そうです、そうです、そうですね。当時オーガナイザーだった人 と、今の社長が、あ、今の社長といいますか、チュラデータの社長が、知り合いで、はい、その経由で、うん、まあ、沖縄で採用したいんだけど誰かいませんかみたいな経由で声がかかりました。すごいっていう感じですね。はい、はい、うん、で、まあ、他に紹介できるとしたら、これチュラデータで全部やったことなんですけども、まあ、僕は結構 Python が、まあ、チュラ、パイデータ沖縄ができる前からも、2点あれですね、プリントした日本語をプリントしたユニコードエラーが出る頃から結構好きだったので、そこから、まあ、Python で好きなところをいろいろ挙げてみましたが、これはチュラデータでやった内容になります。まあ、ここにも収まらないぐらいいっぱいやってきてるんですけども、まあ、Python、をまあ、主としてやってる会社になります。はい、ありがとうございます。私も隊長って普段から呼んでるんですけどね、あのマレーシアのパイコンであったりね、ま、そうですね、結構ね、はい、いろんなところでお会いしております。はい、じゃあ次行きます。はい、じゃあマイクロソフトさんお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はマイクロソフトのマヤです。マイクロソフトジャパン、名前は皆さん知ってくれてると信じていたいと思っているんですけれども、意外とその事業ってどんな形でやってるとかみんな知らないかなと思って、今日はあの会社の説明というよりは会社の事業の縁なんていうのを今持ってきています。この図は2020年なんでもうちょっと図が変わっていると思うんですが、ちょっと文字小さくてあれなんですが、黄色いところがマイクロソフト Azure で、緑が Office、緑が Windows で、そこから Bing とかあのハイアリングとかLinkedInとかっていろいろちっちゃくなっていくんですけれども、会社としては、Azure と Office で半分ぐらいの事業です。で Windows はだいぶちっちゃくなってきて、まあ、15から 20% ぐらい。ただこれ2020年の結果なんで、21年はもう少し Azure が伸びているという形になっています。要素がとっても多いので、まあどれか1個潰れてもどっか1個で頑張れってことがまあできなくはないのかなと思いながら、この図を引っ張ってきて眺めておりました。でその他ですね、あの Azure と Python ということで真ん中に書いてありますけれども、最近 Python が使えるサービスめっちゃ増えてまいりました。なんかこれ Python 使いますって言えないんですけれども、なんか各サービスの中でデータアクセスするときにスパークノートブックが使えるとか Jupyter ノートブックが使えるように、もうポータルの中に入っていて流れるように Python が書けるみたいなものも結構増えてきていてですね、まあ、なかなか Python の人でも使いやすいサービスになりつつあるんじゃないかしらと思っております。あ、ちなみに右上に書いてあるのが会社の企業理念です。マイクロソフトさんもね、ずっと PyCon JP サポンサーを継続的にしていただいてまして、2012年ぐらいからずっと、まあまあ、あとたまにない時もありますけど、まあ、比較的多くですね、あのスポンサーシップをしていただいているということで、いろいろとお世話になっているという感じがします。はい、じゃあ個人の自己紹介の方お願いします。はい、個人自己紹介です。石田真彩と申します。今は今年からなんですけど、 Azure スペシャリストのデジタル&アップイノベーションチームというところで働いてて、なんだこれはと思うかもしれないですけど、ただ単に技術プリセールスの仕事です。で、アップイノベーションと言っているので開発者向けのサービスを中心に販売をしています。Azure のマネージドサービス PaaS ですとか、あと GitHub Enterprise、Visual Studio、Visual Studio Code みたいなところを、政府、ヘルスケア、ゼネコン、人材派遣みたいなところに担当で販売をしております。まあ、もともとはアーキテクトだったりエンジニアの端くれだったりしていましたので、最近は寝ても覚めてもお偉いさんの皆様に、DevOps っていうのはねっていう話をしに行ったところでございます。はい、で、PyRegis 東京のスタッフもやってますというところですかね。
はい、そうですよね、はい、ずっとなんかパイコン JP とも結構関わりがあって、いろいろとパイコン JP のイベントでもお世話になっております。ありがとうございます。で今日はマヤさんということで、マヤさんという呼び方をさせていただきますが、はい、はいはい、ということで、以上ですね、自己紹介、3人のですね自己紹介終了ということで、今日の、パネルディスカッションですけれども、今日テーマ3つですね、働き方とか Python と企業とか、まあ、利用技術とか利用サービスみたいな、この3つの話を軸にいろいろと各社さん3社さんからですね、お話聞いていこうというふうに思っています。はい、じゃあ画面共有停止して、そうですね、スライドを消して画面を大きくしてパネリストを表示していきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫かな。スタッフ側に行ってますか。はい、大丈夫そうですね。はい、じゃあ画面を停止しています。はい、じゃあ、ここからですね、3人にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まず働き方的な話で、皆さんリモートワークですよねって、イスカンダルさんリモートワークですよね、はいはい、もうずっとリモートワーク。イスカンダルさんは、まあ、会社にではずっとリモートワークも大丈夫ですけど、私は時々会社に行きます。はい、あ、会社に行ってるんですね。多分1週間1回ぐらいかな。それは今でも会社に行ってる、1週間に1回ぐらい。うん、気分転換。あ、気分転換ね。はい、ジラデータさんは、まあ、沖縄じゃないですか。まあ、沖縄って土地柄どうなんですか。そうですね。あった方が便利。まあ、会社行くこともあるんですかね。あ、そうですね。基本的に、もう最初から、企業当初からもうリモートワーク OK だったので、そうです、そうです。なんならオフィスがなかったんですね、当時は。最初ね、そうですね。なんかモスバーガーに入って、なんかミーティングしてたりとかしました。で、まあ、オフィスができても、まあ、リモートワークはそのままやめずにとか、はい、あとは、まあ、社長も出張が多かったので、基本的になんかまあ、オフィスには、出社してもいいけど、基本リモートワークも OK みたいな感じでやって、で今、コロナの影響でフルリモートワーク、はい、あ、ごめんなさい、リモートワークの流れが来てるんですけども、まあ、僕らはもうそういう文化がもうすでにあったみたいな感じでした、ね。マイクロソフトさんも会社入れないって噂を聞いたことあるけど。あ、そうなんです。今ソフトクローズという形になっていて、はい、あの会社のめちゃくちゃ偉いところまで申請あげないといけないっていう状態になっています。会社行ってないんですね。会社行ってないです。コロナに入ってから1回しか行ってないです。1回しか行ってないです。1年半で1回ですか。すごいですね。どうですか、皆さん働いてて、どなたかそのリモートワークの良さ悪さみたいなところであると思うんですけど、イスカンダルさん困んないですか、リモートワークで。そうですね。リモートワークから、まあ、新しいメンバーとか、うん、それはちょっと難しそうです。ね、まあ、オンボーディングなんて言い方をすると思うんですけど、そうそうそう、新しい人迎え入れるときどうしてるんですか。会ったことない人って、そう、マヤさんとかいるんじゃないですか。会ったことない人、新しいメンバー。いっぱいいます、いっぱいいます。いっぱいいるんですね。いっぱいいますし、なんなら私が今年の7月から新しいポジションに入って、新しいチームに入ってきたんで、私がオンボーディングされる側なんですよ。ああ、される側、どうでしたか。される側で。もう全然声はよく聞くんで、声と名前は一致するんですけど、顔が全く一致しないんですね。チュラデータさんもどうなんですか。そうですね、さすがに会ってやってる。あのイスカンダルさんからさっき言ってたみたいな形で、まあ、うん、コロナ禍になって入ってくると、まあ、うん、一応そのリモートワークで顔を写して見れるみたいなことは分かるんですけども、うんうん、まあ、例えば僕らですとアイコンと、まあ、なんか、ニックネームといいますか、ハンドルネームが結構みんな自由気ままにつけてるので、まあ、誰が誰だか分からないみたいなことが起こるんですね。なので、まあ、なんかチュラデータ図鑑って名前のなんかこう本名とハンドルネームと顔とアイコンを、まあ、まとめるような餌でまとめるようなページ作ったりとかですね。あとは、まあ、なんか疎外感を感じてもらわないように、なんか知らないミームといって、まあ、なんかこうビジネスチュラデータのビジネス用語みたいなものをまとめるサイト作ったりとかですね、そういうもので、まあなんとかやろうかなみたいなこと。それはこのコロナ禍に入ったからそういうものをやり始めたって感じなんですか。あ、そうですね、はい、やっぱいろいろ変わってきてるんですね、会社の中でね。そうですね、はい、なんで、あった入社して、そうですね、うん、あ、もう半年とか入って、うん、僕も会ったことがない人はいるかもしれないです。いますね、うん、イスカンダルさんもいますか、会ったことない人。そうそうそう、はい、最近は海外の人は日本に来る、できません。
ですから、はいはいはい、例えばマレーシアから今働いてる人もいるし、あ、マレーシアでリモートワークしてる人、そうそう、マレーシアから、オーストラリアから、タイムゾーンの違うし、その問題はちょっと難しい。そうですよね。ヘンゲさんって比較的に海外からのエンジニアを多く受け入れたり、インターンシップやったりしてましたもんね。うん、そうそう、インターンシップもあるし、はい、今、近くのタイムゾーンから、うん、まあ、タイムゾーンの比較から大丈夫そうですけど、うん、例えば、アメリカから、うん、それはちょっと難しい。アメリカのタイムゾーン、そうそう、すごい違うか、すごい遠いです。ね、全く反対側だから結構大変ですよね、タイムゾーンの違いはね。はいはいはい、大変そうです。まあ、こういう世の中になるとタイムゾーンって大事ですよね。うん、同じ時間に働いてるって結構重要かなっていう気がしますけど。でもマヤさんのところは結構、まあ、アメリカ、まあね、アメリカ本社だし、はい、会議とかで、はい、タイムゾーン大変なんじゃないですか。大変ですよ。平気で夜中の0時にミーティング入ってたりとかしますよ。まあ、なんかブラック企業のブラック企業だみたいな話になっちゃうかもしれない。そういうわけじゃないですよ。そういうわけじゃないですよ。タイムゾーンの問題でそういうふうになるけど、向こうは向こうで朝8時から動いてたりするし、その分早く仕事を終わらせて、終わりにしてもいいしっていうのが、はい、全部自分の裁量に任されている会社なので、0時からのミーティングに出る出ないっていう調整も自分でやればいいし、なるほど、そうそう、社内トレーニングとかのサミットだと、うん、アジアタイムゾーンと、うん、APAC タイムゾーンとアメリカタイムゾーンと2回必ずあるので、うん、自分が出れる方で出ればいいって感じです。すごいですね。すごいですね、やっぱり、ね、進んでますね、やっぱりね。すごい進んでる感はあるけど、じゃあ皆さんのところでは、まあ、ほとんどリモートワークも結構採用されてると思うんですけど、じゃあミーティングもオンラインでこのように今日は Zoom を使ってますが、まあ、Teams 使ったり、まあ、他のツール使ったりっていう感じで、何かしらそういうリモートワークに耐えられるいろんなツール導入してるっていう感じですよね。うん、ですよね、やっぱりね。まあもともとね、ヘンゲさんクラウドセキュリティとかやってるから、その辺は得意分野ですかね。その、まあまあ、周辺として得意分野の方ですよね。はい、そう、初めてね、その、まあ、その会う人、まあ、働き方としてリモートワークになってる、この業界だとリモートワークになってる会社さんって多いと思うんですけど、まあ、会ったことない人って、まあ、すごくたくさん今出てきて、でちなみに昨日私は現地のPyCon JP に行ったんですね。オンサイトに昨日行けたんですけど、何人か初めましてっていう人が会うんですけど、まあ、皆さんここにいらっしゃる3名と私お会いしたことがあるのでご存知だと思うんですけど、この画面から分かんない感じがあるじゃないですか、どういう人会ったことある人だと私分かると思うんですけど、私、まあ、比較的背が高い方なので、そう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 、びっくりされちゃうんですよね。えって言われるんですけど、そんな体験ないですか、その会社の中でも、やっぱこの人こういう人なんだって、まあ、人として知るみたいなとこ難しいと思うんですけど、イスカンダルさんなんかその、うん、今海外とのリモートやったりとかして、日本に、例えば、まあ、今は来れないかもしれないけど、うんうん、この後ちょっと前の話だと、まあ、日本に、まあ、インタビューは、リモートでやってたけど、そう、日本に来た時に、えこの人こういう感じな雰囲気なんだって驚いたこととか、そう、ある。去年は、新しいメンバー、アメリカからの新しいメンバー、あ、アメリカから、はい、ズームからは背はまあわからない、会うとこに、おう、高い。あの時もある。そう思うことありますよね。そうそうそう、驚いちゃったりね。やっぱりその隣同士だり、その同じフロア、同じ場所で働いていた時と今って結構そういう意味でいろんなことが変わってきちゃってて、みんないろんな工夫してると思うんですけど、何か工夫で、まあ、さっき、隊長からはシュラデータはその図鑑作ったりとか言ってましたけど、はいはい、なんか他に何かあります、そういうようなことをやってるっていうのは。そうですね、どうですかね、なんか、あ、まあ、なんかこう、僕らの場合だと、そうですね、うん、なんかこう、飲み会みたいなのがだいぶ減ったみたいなことが、飲み会が減った、苦しいですね。で、まあ、リモート飲み会とかチャレンジするんですけど、やっぱ対面にはなんかかなわないなとは思ったりします、はい、コミュニケーションのなんかこう、やり取りといいますか。
そうですね、リモート飲み会、まあ、これまでのその文化としては、まあ、飲み会とかして、なんかこう、こういう仕事をやっていきたいねとか、あの仕事をこういうところを直していけばよかったねみたいなフィードバックの場でもあったんですね。はいはいはい、やってたんですけど、うん、でそれがなくなって、まあ寂しいよねみたいな話もなり、リモートワークとか、リモート飲み会とか、一応導入してみたりするんですけど、まあ、なかなかちょっと続かなくて、まあ、この辺はどうすべきかなみたいなところは、ちょっと悩んでたりします。課題感ですね、やっぱりね、飲み会に勝って、まあ、飲むの好きな人じゃね、飲み会結構楽しい。ですね、あもちろん飲まない人も参加してやってる、なんかやっぱ対面としてコミュニケーションを取って、なんかこう、なんかなんていうんですかね、モチベーションを上げていくっていうんですかね、っていうのは結構大事だなとは思います。まやさんとこなんか工夫してることって他にありますか？工夫してるところはですね、あ、まあ、去年のこのパネルディスカッションでもちょっと喋ったんですけど、はい、バーチャルカフェトークみたいなものが結構頻発にやられていて、まあ、仕事を一回止めてコーヒー飲みながら雑談する時間を作りましょうっていうのも月1回登録されていて、もう今でも続いてる感じですか？続いてますね。でそれがなんか全社にこう広がっていて、あのサティア・ナディアとのバーチャルカフェトークとかあります。おお、すごい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 。ナディアさんね、はいはい、Python の方ですね。 Python の今はカウンシルにいる方だっけ、あれ？あ、いや、社長です。あ、社長が、あ、ごめんなさい、失礼して、社長さん、あ、ごめんなさい、失礼して、訂正、ごめんなさい、間違えた。何を感じる、はいはい、あと、マイクロソフトの社長さんですね、失礼して、ごめんなさい、はい。そうか、はい。っていうのもあったりしますよ。なので、広い。そうなんだ。変化さんは、あれですよ、変化さんだと、結構イベントをね、比較的多くやってましたよね、うん、渋谷のオフィスで。そうそうそう。まあ、最近はオンラインのイベントも、たくさんあります。例えば、毎月はテクニカルセッションとか、毎週はボードゲーム、オンラインボードゲーム。あ、オンラインボードゲームやってるんだ。ある、そうそう。へ、そうなんだ。そういうんで、じゃあまあ、それで何かしら工夫して皆さん、まあ、オンボーディングにしても、ミーティングにしても、まあ、働き方としてリモートに耐えられるようなとか、感じですかね。うん、この世界がまあ終わるかもしれない、まあ、1年ぐらいだったらこういうの変わるかもしれませんけど、何かこの先の方針とか決められてる会社さんってあるんですか？例えばもうしばらくはリモートワークもまあ継続するって決めてるのか、オフィスを辞めるって決めてるとか、何かそういうことってありますか？会長なんかある？そうですね、決めてはいない、まだ。いや、そうですね、決めてはいないんですけど、はい、決めてはいないんですけど、多分オフィスがなくなることはちょっとないかなとは思ってますね。なんか人によってオフィスの方が働きやすいみたいな人はいたりするので、うん、まあ、彼らはやっぱオフィスに行きたがると言いますか。で僕の場合はなんかあんま関係ないので、まあ、リモートでずっと働いてるんですけど、なんでやっぱオフィスが必要な人みたいな人いるので、オフィスはまあしばらくは辞めないんじゃないかなとは思ったりします。変化さんも今はじゃあ会社行ったり行ってもいいけどっていうことなんですけど、うん、どうなんか変わることってあるんですか？多分ないかな。特にない感じ。特にない、そうそう。リモート、うん、リモートワーク欲しいの人も大丈夫そう。うん、オフィスの働いて人も大丈夫そう。まやさんのところどうですか？特に変わることは決まってないのかな？はい、変わることはないですけど、オフィスがなくなることはないです。理由は、今オフィス改修をしていて、なんかおしゃれオフィスに生まれ変わろうとしている。オフィスにいないときにオフィス改修なってるのかなと思ってます。これを機にみたいな感じで今やっているんですね。もともとそのリモートワークは推奨の会社だったので、それこそ大震災とかあったときに、我々はリモートしないとダメだってことにみんな気づいてやってた会社ではあったので、そこに対してどっちにするっていうのはもう自分でやればいいじゃんっていうのがもともとの方針だったんですけど、まあ、COVID 終わったらきっとリモートワークの人の方が増えると思います。やっぱりね、まあ、リモートワーク楽ですもんね、はい。まあ、この中の話ばかりしてもあれなんで、ちょっと次の話題行きたいんですけどPython との関係っていうことで、 Python との付き合い方、皆さんは Python 使ったり、 Python が使えるサービス提供してたりとか、 Python とその会社っていう関係結構いろいろあると思うんですけど、変化さん先ほどの紹介の中では、うん、Python と GoLang を使うという話をされていましたが、うん、どうなんですか、そのやっぱりその割合って大体同じぐらい、その同じぐらい使う、そうそう、 50% 50% ぐらいかな。いや、その、開発する製品によって Python を選んだり GoLang を選んだりとか、うん、そういうことですか？例えば、アクセスコントロールのチームとか、はい、ヨナスのチームとか、Python 使う、うん、でも、
例えば、メールフィルタリングのチームとかご覧使う。おお。あ、じゃあチームによっていろいろその言語、その得意不得意を合わせて。そうそう、別なチーム、別な言語を使う。おお、そういう感じなんだ。え、隊長のところもさっき Python でいっぱいいろんな事例を出されてましたけど、やっぱ Python メイン。そうですね。データ分析、システム構築。うん、そうです、そうです。Python だけに話すと、まあ、最初データ分析と機械学習から始まった会社なんで、うん、まあ、基本的にはメイン言語なんで、うん、ですけども、まあ、当時は Python と R ってあったんですけど、まあ、社長の真壁が、はい、まあ、Python の、もう皆さんご存知 Python の人だったんで、まあ、R よりも Python を使ってましたという感じですね。はい、なので、まあ、会社としてはもう空気のような立ち位置で、みんな書いてるって感じですね。みんな空気のように Python 書くっていうかね。そうです、そうです。そうなんだ。R はじゃあ結構使わなくなってきた。あ、いや、それで言うとそうでもなくて、お客さんによっては R で書いてほしいみたいなことはあったりするので、はい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 、その場合は R を使ったりします。あ、まあ、似たような形で他にも Web 系とか、まあ、JavaScript だったり、 あとはまあシミュレーター書くときに Unity 使うので C シャープとかみたいな、本当に結構いろいろ使ってる感じですね。でもやっぱ Python メインが、まあ、Python 中心。そうですね、多くはまあ大体 Python だと、うん、ですね。じゃあエンジニア的には Python 書けないとちょっとエンジニアなりにくいって感じだね。ああ、そうですね、そうなんですけど、はい、意外に最近はなんか Python 書けなくても他でなんかこう PHP で書いてる人も、 Web 系で PHP とか JavaScript 書いてる人もいればみたいな感じですね。なんかみんな案件にジョインしてそこでなんか教えてもらって学ぶみたいなことが結構多いです。あーはーはーはー、他の言語も含め。はー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 。で、マヤさんのところは Python 使えるツールが結構あるって話ですけど、会社まあね、マイクロソフトさんっていうと、まあ、いろんな製品あるしいろんなものやってると思うんですけど、 Python って結構どうなんですか、そのマイクロソフトさん的に Python っていうと。ですね、今その会社の中でも、うん、頑張ってファンを増やしていくぞ言語ベスト3みたいなのがあって、ほほほほその中で Python 入ってるんですよ。社内に向けてってことですか、外に。社外に向けて、あ、まあ、もちろん社内もですけど、はいはい、だから社内もその、うん、US の方で開発をしてたり、うん、US とかインドとかなんですけど、うんうん、あの Python のエンジニアで有名な人とかが結構、それこそグイドさんとかもそうですけど、まあそうですよね、有名な人がこう次々入ってきて、いろいろな製品手掛けてくださってたりとか、というところなんで、あの Python エンジニアがじわじわ全世界的に増えてるんだなとは思っています。それどういう位置づけなんでしょうね。マイクロソフトさんって、まあ、それだけの巨大企業が一つの、まあ、まあ、ある意味 Python って、まあ、一つの言語をそれだけ押すっていうのはどういう感じなんだろう。どうなんですか、ね、便利だからとかそういう感じなのか。やっぱりその便利だからもあるでしょうけど、やっぱり自分たちがサービス開発するときにこの言語があった方がいいよねって思える立ち位置に今あるのかな。特にその分析のシステムを作るときに、はい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 、作ってる側も Python を使いたいし、うんうん、そのサービスを使ってくださる方も Python を使いたいっていうシーンもいっぱいあるので、うんうん、まあそうですよね、うん、それがウェブでも同様にっていう感じなのかなと思って、うん、でまたちょっと話皆さんにまた振りますけど、その実際個人としてまあ結構 Python を皆さんまあ使ってると思うんですけど、イスカンダルも Python はまあ結構もともとメインでやってた感じなんですか、会社入る前から、うん、そうそう、私はの話は、前は2014年から、変化にインターンシップ、はいはい、Python で出会いしました。いました。はい。まあ大学の時は多分 Java とか C とか C++ の方を使います。うん、ですけど、うん、プロフェッショナルから最初から Python に使います。でも個人的には Python。そうそう、でも2年前かな、Golang を勉強しました。うん、あ、じゃあ会社入っては会社で必要だから Golang も今勉強したっていう、 そうそうそうことなんですね。隊長も Python はずっと Python R だった人？ん？別の言語？いや、僕は Python 推しで、そうですね、はい、チュラデータに入った感じですね。だいぶ長いですけど、なんか、はい、8年前とかぐらいですかね、うん、8年前ぐらいに、あ、当時はプログラマーじゃなくて、なんか、なんだろう、運用監視してる、なんか、まあ、バイトみたいな生活してたんですけども、そうなんだ。なんかプログラマーになりたいって言って、まあ、Java に、なんだろうな、Java を勉強し始めたんですけど、3回ぐらい挫折して、で、まあ、その、なんか、挫折した中でいろいろ探っていくと、この Python に出会って、まあ、当時は簡単、あ、まあ、今もそうですけど、すごい簡単に書けるみたいなところに惹かれて、うんうん、まあ、書いてたみたいな感じで、ね、で、そこで、まあ、運用監視の仕事で、こう、簡単なスクリプトを作るみたいなところで、まあ、別に求められてないんですけども、まあ、自動化したいので Python 書いてたりとか、で、2.4 とか 2.3 ぐらいの時にやってました、ね。結構懐かしい頃です。あ、そうです。そこからで、なんか、まあ、Python やってるとこないかなっていうので、うん、まあ、Pylet が見つけて、
あ、やってるぞって入って、で、そこで初めてこうデータ分析に出会ったというか。あ、逆なんだ。Python から入ってデータ分析、その後行った。そうそうです、そうです。なので、もう AI なんぞみたいな感じで飛び込んで、はい、面白い世界だな、みたいな感じで入りましたね。それはすごい。まやさんもね、会社としての Python っていうより、個人としての Python の方が多分、色濃いんじゃないかっていう気がするけど。でも、まやさん、でも Java とかもね、やってるし。そうですね。私、もともとエンジニア Java スタートなので。Java スタートでずっとやってたんですけど、うん、まあ、当時の上司が、うん、パイレディスっていうのが立ち上がるから Python やってみなよ、そして行ってきなよみたいな感じ。おお、すごい。すごい、それは。誘われて Python1 ミリも書いたことない状態で第1回目のパイレディス東京に参加して、で、あ、これは私でも書けそうかもしれないって思って、そこから勉強スタートしたのが最初なんで。そうなんだ。すごい、それは。結構皆さんね、いろんな出会いが、Python との出会いとか、まあ、やっぱコミュニティがあるとかね、会社があるってやっぱり重要ですよね。会社がなければ働く場所もないわけだし、そういう感じで、その時の上司すごいですね。パイレディスあるよっていう、面白い上司ですね。そうなんだ。今のじゃあ企業と企業として、その会社として Python を結構まあ押したり、まあ、Python 使ったりとか結構してると思うんですけど、そうするとまあ皆さんこうやってスポンサーシップしていただいてて、なんか結構いろんなことを Python に対していろいろ要望を出したりとかもしてる感じなんですかね。Python 使う上で。まあ、マイクロソフトさんはね、まあ、今スピードアップに取り掛かってる人が、まあ、マイクロソフトさんのそこにいるので、なんですけど、どうなんですか、そのコミュニティに対してのその支援とか、あとはまあ、いろんな支援があると思うんですね。そのこれのスポンサーシップするのも支援だし、あとはまあ、コードをコントリビューションするのも支援だし、いろんなやり方があると思うんですけど、何かそういうのって会社の中での動きとかで何か言えることってありますか？難しい？言えないかな。そうですね、うん、なんかこうコード上での支援みたいなことは、うん、多分まだ誰もやってないのかなと思ったりするんですが、うん、あ、まあ、Python に関してはですね、うん、やってないと思うんですけど、まあ、なるべくこう PyConJP みたいな、Python を盛り上げるお祭りみたいなものに、スポンサーで出て、うん、まあ、まあ、まあ今回そのトークセッション2名採択されたんですけども、うん、まあ、なるべくみんなで頑張って盛り上げていこうぜみたいなノリみたいなのはあったりしますね。すごいな、やっぱり。ヘンゲさんの中ではどうなんですか、そのコミュニティに対してとか、うん、パイコンに対して、またパイソンに対してっていうその支援って何か言えることありますか？そうですね、そもそも、私たちのエンジニアは Python のコミュニティからいろいろな人をジョイン、会社でジョインします。例えばヨナスとか、うんうん、別の人も、うん、別の国に PyCon で会うとき、うんうん、変化に、ジョインしますともあるし、うん、まあ、いろいろな支援が欲しいです、うん、会社から。うんうんうん、確か私が聞いた話だと、ちょっと日本語でフォローアップすると、海外のパイコンに行った時に、うん、まあ、多少の手当がもらえたり、手当っていうのは、お金がもらえたりとかっていうこともあるらしいし、もちろん会社として支援をして海外のパイコンで発表しましょうっていう。ああ、そうそうそう、会社で、うん、なんだっけ、ペイ、全部は会社のお金です。はい、全部会社のお金で出張として、例えば、アジアのパイコンに行くとかっていうこともしてるというふうに聞いています。世界のパイコン。世界のパイコンか。そう、世界のどこの。私は、2年前、イタリー行きました。パイコンイタリー。パイコンイタリーで、そう、トークした、スピーチした。発表した、ね。もうスポンサー。ほう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 。すごい。やっぱりそういう支援結構されてるんですね、やっぱりね。うん。すごい。すごいっすね。すごいですよね。会長もね、前ね、みんなで、チラデータの、まあ、立ち上げの当時だけど、マレーシア行って、みんなで、はいはい、まあ、発表も何人かしてたかな。ああ、そうですね、はい、はい。そういうのもやってたんですよね、やってるんですよね。やってましたね。まあ、でも今、日本だけしか、あれですね、スコープに入れてないんで、まあ、海外のところにスポンサー出したいなって今思いました。ああ、そうなんだ、すごい。海外からの人材を欲しいからとか、やっぱ海外行ってみたいからとか。そうですね、まあなんか、まあ、盛り上げたいからが一番ですかねとかもそうですし、まあ、ちょっと海外からのフルリモートはまだ多分 OK じゃなかったと思うので、まあ、そこは整備して、うんうんうん、まあそうですね、いろんな人たちと働けるといいなとは思いますね。そうなんだ。で、マイクロソフトさんは、まあ、当然アメリカの方の US パイコンで結構大きなブース出してたりとかしてるし、うん、企業的にかなりやっぱりね、パイコンに対してとか Python に対してすごい積極的ですよね、はい、
そうですね。で、特にその積極的にやってる人たちが会社に働きかけをすれば、うん、ちゃんとそれに対して会社が動いてくれる会社ではあるので、うんうんうん、US でもその PyCon で雇用機ブース出したいんだって言ったら、うん、それで、まあ、マーケティングのお金もらったりだとか、へー、そういうのもあるらしい。あ、私は日本の人間なんてちょっとそういう、ね、そういう話は聞いてます。だし、うん、あと、まあ、日本でもね、こういうふうにパイコン JP の方に出すとかっていうのももちろんありますし、はい、まあ、グイドさんみたいにそもそも OSS コントリビュートをすることで貢献していくってことをされてる方もいらっしゃいます。はい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 、そうですよね。ヒントしてもその開発者の人たちが開発しやすいような支援をするために、まあ、VS コードとかは無料で出してたりとか、あ、まあ確かに、ね、もあるかなと思ってます。なんか VS コードの話出ちゃったんで、少しちょっと技術話じゃないけど、利用サービスみたいな話ちょっと移っていきたいんですけど、はい、はい、まあ、これこのアンケート取るといろいろと問題があるんで、アンケートそんなに取りたくないやつなんですけど、エディター何使ってますかっていう、よくあるある、その技術ネタのエディターは ID は何使ってますかっていう話なんですけど、まあ一時期ね、PyCharm っていう人がかなり増えた、PyCon JP なんか見てても PyCharm って言ってる人が増えた、すごく多くなってきたという時があったと思うんですけど、どうですか、まあ、マヤさんは VS コードって言うだろうからマヤさんに聞いてもあれですけど体調はどうですか、 VS コードですか、それとも。そうですね、僕の方は、まあ、社員でこんな話すると多分戦争が起こるんで、はい、あんまり話題にみんな知らない、はい、しないと思うんですけど、はい、まあ、僕の方だけ話すと、はい、そうですね、今は VS コードを主に使ってますね。今は、前は何でした。前は、ちょっとビマーなんでビームを使ってました。ビームを使ってたんですか。あ、でも、昔試行錯誤してるときは PyCharm とかみたいなものも一応その、まあ、使ってみたりとかやってたんですけど、まあ、なんかさっきも話した通り、なんか会社がいろんな言語を触るようになってきて、はいはいはい、で、そうですね、なんかこう、一つで閉じたいなっていうので、VS コードを使うようになりましたね、うん、僕の方は。ちなみに、イスカンダルさんは、はい、PyCharm 使いだったと思うんですけど、PyCharm ですか。いや、最近の私、たぶん 50% PyCharm とか 50% PS コードとか。あれ ?50% まで。実は、これがちょっと面白いですけど、今週は会社で社員アンケートをしますと、はい、結果は PS コードは 50% 以上今使います。すごい。PyCharm とか IntelliJ とか 20% だけ。変わった理由って何があるんですか。その PyCharm から VS コードに変わってるとか、まあまあその 50% 50% 使い分けみたいな、どういう感じなんですか。私は多分 VS コードはなんだっけ、ライトウェイとか、はい、PyCharm よりライトウェイ、はい、軽い、はい、そうそうそう、ね、はい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 、から VS コードが便利っていう、うん、と、はい、別な言語とか語ラン使うときは VS コード使う。ああ、うん、Golang も VS コードで書いてる感じなんだ。うん、いや、なんかすごいね、すごいものをなんかマイクロソフトさんは出して無料で提供しちゃって。ね、なんかすごいですね。ちなみに私使ってないんですけど。あれ大丈夫ですか、ね、使ってないの、あれ Python 書くとき私 PyCharm 派なんで、あれなんですけど。大丈夫ですか PyCharm 派ですか。もちろん、全然使ってないわけじゃないですよ。はい、ちょっとしたスクリプト1枚ペロッと書くときとか、うん、VS コード使うんですけど、うん、私自身がその Java を書いてるっていうのもあって、うん、IntelliJ と同じ UI で PyCharm を使えるっていうのが結構気に入っていて、はいはい、そうなんだ、はい、PyCharm のことが多いです、はい、驚きますよね。これもね、やっぱりこの隣にいればね、何使ってんのって聞けるんですけどね、なかなかみんなが何が急になんかみんな VS コードになってるって知らないかったみたいな、取り残されちゃうみたいなこともあるのかなと思ったりしてりしますが、 PyCharm もねすごくいいエディターですし、うん、まあ Vim とか Emacs 使ってるっていう人も今でもねたくさんいるとは思うんで、自由に選べるっていうのもいいですよね、やっぱりね、うん、自由にいろんなものがあって選択肢があるっていうのはありがたいなと思っています。で、せっかくなんで技術話的に、技術とか利用サービス的な話なんですけど、まあマイクロソフトさんがいる前で聞くのもちょっとインフラ周りの話です。ぶっちゃけ話のつもりで来てるんで大丈夫ですか。インフラ周りってまあ結構特にイスカンダルはインフラ系のエンジニアを一時結構メインにやってたと聞いてるんですけど、そう4年前ぐらい、4年前ね、その時 AWS メインでしたよね。そうそう、
90% AWS 使います。90% AWS っていう感じ。まあ 10% は GCP とか Azure もあるし。おお、Azure GCP も多少使うっていう感じ、ね。10% ぐらい。チラデータさんも AWS が多いですか？そうですね、AWS が多くて、まあ、はい、まあ、お客さんにやっぱり、なんだろうな、お客さんごとに、変えるみたいなこともあったりするので、うん、多いので、まあ、AWS が結構多いんですけども、まあ、GCP も Azure も、最近だと、まあ、Snowflake とか出てきてるんですけど、そういうのも使ったりしてます。ね、マヤさんはもともと、なんでしょうね、AWS も結構詳しかったと思うんですけど、そうですね、今は Azure って売ってるプリセールスって感じですか？はい、そうです、そうです、あの過去は AWS エンジニアでしたが今は Azure エンジニアですみたいな感じになってますでもなんかそれぞれの特色が見えて面白いですよ。なんか特色どうなんですか、実際問題特色的に言うとどういう選び方をみんなしてるのかなと思ってて、マイクロソフトさんの営業トーク的にはどうなんですか、 Azure の方がここがいいみたいな営業トークをここですると、うん、あのなんですかね、そのめちゃくちゃガチエンジニアの人たちはきっとどれ使っても使いやすいんですよ。はいはいはい、慣れの問題だと思っているので、はいはいはい、どれを使っても、うんうん、あ、ここがこうなんねって分かってしまえば使いやすいと思います。うん、でただその初学者の方ですとか、うんうん、そもそもエンジニアじゃないんだけれどもちょっとした何かシステムを管理しなきゃいけないみたいな方々っていうのは世の中にはいっぱいいらっしゃって、はいはい、そういう人たちが使うにあたってはそのポータルの GUI がユーザーライクだったりとか、あの Excel とかとつながりますみたいな、彼らがもともと使ってたシステムとの連携がうまくいきますみたいなところがあるので、あのおすすめしてますよ。さすがうまいな、営業トークさすがすごい、すそう言われて説得力ありますよね使ってみようかなって思ったりします。他にもいろいろありますけどね、他にもね、そう営業トーク的にあるんでしょう、営業トークいくらでもありますけど、まあ、そういう感じでお話をよくしてます。あのAzure は特にその他のクラウドと一緒に使わないでくださいっていうクラウドではないので、ぜひいろんなクラウドと連携して、自分の持ってるサービスとかと連携して、その中で Azure を使ってくださいというスタンスを取ってます。そうなんだ。で、そうですね、チュラデータさんにも聞きたいんですけど、やっぱり AWS メインにしてると、やっぱ慣れてるからとか、サービスがいいからとか、そういう感じですか？技術選択ってどうしてるのかなと思って。そうですね、なんでだろうな、そうだな、そう言われるとなんかわからないですね。わかんないですよね。結構、ね、私も慣れてるからこれみたいなのあるわけですけど、そうですね。なんか、慣れてるからっていう感じはやっぱありますよね。そうですね。なんかやっぱり AWS、まあ、やってきて、まあ、転職してうちに来るみたいな人が結構多いですね、それでいうと。でなって、まあ、基本的になんかこう、まあ、お客さんが選んでいいよっていう話になったら、まあ、基本的に AWS を結構選びがちといいますか、うん、みたいなことはあるかもしれないですね。イスカンダルさんも、イスカンダルも AWS エンジニアだったと思うんですけど、AWS が慣れてるから、なんでだろう、なんでだろうね、なんでだろうね、これ聞かれると結構困りますよね。なんで AWS なんだろうとか、別に AWS にこだわる理由はそんななかったりも。しますよね、うん、特にないな、うん、特にないですよね。ただまあ慣れてるからとか会社がそういう方針だからっていうのは結構あるのかなっていう気がしますけど、そのデータ、チュラデータさんってデータ、まあ、当時はデータ分析とか結構してて、はい、データ分析用の AI も結構その各社のクラウドにたくさんいろんなサービスがあると思うんですね。マイクロソフトさんの Azure にもあるし GCP にもあるし、はい、AWS そういうのを使ったりもするんですか？最近増えてきてますね。前までは、まあ、そうです、そうです、はいはい、前までは結構その、まあ、なんか基盤も含めて、自分たちで作るみたいなことをやってたんですけども、はい、まあ、なんか AWS の政治メーカーとか、はいはい、GCP とか、うん、Artix AI とかだったかな、なんかちょっと Azure は僕はもう名前自体も忘れちゃったんですけども、はいはいはい、そういうものに、一応その技術検証というかやってみて、まあ、便利だったら使っていこうみたいな動きはあるんですね。でやってみて、あ、政治メーカーどうかなみたいなことやってみたら結構便利だったりするので、うん、じゃあもう次からこれ使っていきましょうとかみたいなことはやってますね。じゃあまあその時々に応じてその選択を、技術の選択なりサービス利用してるサービスを選択するっていう。そうですね、ですか。基本便利なのでやっぱり、うん、使ってみたらやっぱ分かると思うんですけど、まあ、これまでこのパイプライン組むの結構大変だと思うんですが、うんうん、あ、やっぱその、まあ、コストがある程度共有できるのであれば、まあ、クラウドの方を使った方が結構早くデプロイできたりとか、うん、まあ、そういうパイプライン作れたりするので、はい、まあ、積極的にちょっと使っていきたいなとは思ってますね。そうなんだ。やっぱでも技術選択難しいですよね、やっぱりね、これだけいろんなものがあって
まあそうですね、サービス提供側も切磋琢磨でいいものどんどん出してくるので調べていくのも大変だし、予算と、まあ、お客さんが運用できるか、はい、僕らが運用できるかみたいなところと、まあ、帳尻合わせながら、選択していくみたいな感じですね。やっぱすごい難しい。マイクロソフトさん、今の聞いててどう思いますかって。難しいか、マイクロソフトとしては難しいかな。政治メーカーはいい製品だと思います。そうなんだ。買ったことありますけど、なんで自分が使いやすいとか、なんでこのせ、うん、じゃあ私はこれ一エンジニアとしてよく営業でも話すんですけど、うん、自分がなんでその製品を選んで、なんでそれを使ってるのかって説明できれば何使ってもいいと思ってるんですよ。それがたまたま AWS だったとか、うん、GCP だった、うん、Azure だったみたいなのがいろいろあると思うんですけど、それは Python も一緒だと思ってて。あ、言語もね、確かにね、プログラミング言語もそうですよね。うん、Y が説明できれば何使ってもエンジニアとしてきっと楽しいと思うので。すごいな、それは。イスカンダルさんは今サブマネージャーって立場になると、そういういろんな使う技術とか使うサービスも選択したり、相談を受けたりする立場でもあるのかなと思うんですけど、うん、どうですか、その今の話、その AWS なり、まあ、その技術をどういうサービスを使うかって決めるとき、まあ、決めるときは、エンジニアの、うん、一緒に話すとき決めます。はい、それはそのどういう視点が入るんですか。自分がやりたいから、使ったことあるから、そう、自分でやりたいときは、別の人、友達、会社の友達と一緒に話すときを、これは簡単に使う、これは安い、はい、このより安いとか、はい、あれもあるし、はい、あれは一緒で選びます。じゃあ、いろいろ選択して、いろいろ比較をして。このサービス、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 これはいい、このサービス、これはいい。はい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 。やっぱりまあ自由にね、エンジニアの目線で選べるといいですよね、やっぱりね。そのまあお客さん目線ってのももちろんあると思うんですけど、そうそうそう、やっぱこれは便利そうとか、これがいいとかっていうところで、うん、いろいろ企画して、まあたくさんありますからね、2年経つと結構、それこそまあさっきのエディターの話じゃないですけど、そうですね、3年前はみんなこれだったのに、3年経ったら今こうなってるっていうことって、世の中こんな変わるかなって思うぐらい変わったりするので、やっぱ常にね、そういう視点を持っておくのがいいのかなという感じはしました。はい、はい、そうですね、ランチタイムセッションとしてはもうあと3分、2分ちょっとぐらいになってしまったんですけど、言い残してることとか、なんかこれを言っときたいみたいなことって、どうですか、皆さん、もう自由に、どなたからでもいいんですけど、何かこれを言っときたいって。あ、じゃあ僕からでいいですか。お、隊長、じゃあどうぞ。宣伝ですけども、この後うちの提督さんって方がトークセッションで話すと思うので、Unity と Python の共感学習みたいなタイトルだったと思います。Unity と Python？ そうです、そうです。っていうのと、あとは、後半、夕方頃にホトさんって方が Python でシステム構築した話ですね、をするので、よかったら聞いてあげて、聞いてくださいか。おすごい。はい、ありがとうございます。トーク2人、これからなんですね。ありがとうございます。はい。はい、どうですか、マヤさん、何かあります？はい、じゃあ私も宣伝しておくと、この後午後はずっとマイクロソフトのブースでマヤさんのゆるふわ開発デモみたいなのやってるんで。開発デモね、このサービス見たいとか、そもそも Azure のポータル見たことないから見たいんですけどみたいなったら、そこに遊びに来てもらえればいくらでもおしゃべりできるので来てくださいって感じ。スポンサーブースお持ちなんですね、ありがとうございます。はい、じゃあ、イスカンダルさん、どうでしょう、はい、何か。はい、私たちもディスコードでオンラインブートを展開しています。興味があれば、ぜひチェックしてみてください。はい。と、はい、例えば、英語を勉強欲しいの人も、ぜひ参加します。うん、ああ、はい、英語勉強したいって言って、英語でちょっとメッセージ書いてね。まあ、最初ね、英語なかなかできないと緊張したりって特にあると思うんですね。メッセージ打つだけでも。でもそういうことをそんなに考えずに、やっぱ英語はどんどん打ったり喋ったりしないとうまくならないんで、ぜひやっていってほしいなと思います、はい、私もまあ自信ない中でも英語でメッセージをたまに打ったりするので、お恥ずかしい限りですけどね、私の英語は。はい、でもイスカンダルさんみたいにね、やっぱこうやって勉強するから日本語がこれだけできるようになったり、挑戦するからできるようになるってことあると思いますので、ぜひそういう皆さんも英語でメッセージとか打ってみてください。まあ日本語でもいいのかもしれませんけど、そう、日本語もいいです。日本語の方もいると思うので、チェックして。はい。
ということで、そろそろ時間になります。ランチセッションとしてはここまでとなります。皆さん、変化のイスカンダルさん、チラデータのアイパー隊長さん、マイクロソフトのマヤさん、3人ありがとうございました。はい、ここで、終了といたします。はい、皆さんありがとうございます。お聞きいただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。それでは各社さんによるスポンサー各社さんによるスペシャルブース一覧ということで、ブースの紹介を各社さん30秒ずつですかね、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、入ってますかね。はい、では、PyCon JP のスペシャルブースの紹介を行っていきます。ご案内は PyCon JP 2020スタッフの吉田です。今、ご覧のスポンサー各社から、ディスコードにある各社のスペシャルブースの、ご紹介をいただいていきます。まず1社目は、変化株式会社さんです。よろしくお願いします。はい、PyCon JP 2021にご参加の皆様、変化の郡司と申します。変化は、B2B の SaaS を開発提供している会社でして、昨年に引き続きプラチナスポンサーとしてイベントに参加しております。ランチセッションにも先ほど弊社エンジニアで、マネージャーのイスカンダルが参加させていただきました。弊社公用語が英語でして、ブースでは日本人エンジニアに聞いた、英語で開発したり働く上での苦労ですとか、コツなんかを、ご紹介しておりますので、よかったら遊びに来てください。もちろん Python のお話も大歓迎です。今年もスタンプラリーに参加しておりますので、合言葉聞きたいよっていう方もぜひブースに遊びに来てください。で、イベントも後半戦になりまして、残りわずかとなってきましたが、2日目もよろしくお願いいたします。変化でした。PyCon JP 2021にご参加の皆さん、こんにちは。チュラデータ株式会社です。我々、ブースでですね、とにかく社員と話すことができるというブースをやっております。会社紹介や Python お悩み相談から、例えば沖縄で働くっていうのはどういう感じなのかっていうことまで、何でもお話できます。また、今日のですね、3時30分から4時20分までの、50分の間、特別企画で、弊社データアナリストによる数学トーク有限確率入門というものを行っております。もし興味がある方がいましたら、ぜひご参加ください。で、Discord のチラデータ株式会社セクションでお待ちしております。よろしくお願いします。ちょっと余ってしまった。はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトです。 PyCon JP2021 にご参加いただいている皆様、こんにちは。マイクロソフトでは、ライブ開発のデモであったり、ちょうど今日オープニングビデオで出ました、グード・バン・ロスさんも招待するときの裏話とか、いろんな話をぶっちゃけトークをずっとしておりますので、皆様ぜひブースにいらっしゃってください。合言葉もブースの方で配布させていただいておりますので、皆様が来てくださることを楽しみにしています。本日はよろしくお願いいたします。日本マイクロソフト株式会社さん、ありがとうございました。はい、次は、一般社団法人 Python エンジニア育成協会さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。PyCon JP2021 開催おめでとうございます。当協会の方は Python 試験を全国に、300カ所で運営している団体でございます。試験は今ここに出ているところでございます。ブースの方では、ぬいぐるみとかポーシャツとかですね、マスクとか水筒とかを、抽選会やってます。108名に当たるということでやってますので、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。 Python エンジニア育成協会さん、ありがとうございました。はい、次は、株式会社日本システム技研さんです。よろしくお願いします。はい、長野県から IT を盛り上げたい日本システム技研の小林と申します。よろしくお願いします。最終日になりますが、ぜひブースの方にお越しいただいて、今回もスタンプラリーに参加してますので、ぜひ合言葉聞いて商品をゲットしていただければと思います。
また、弊社では社員を募集しております。U ターン、I ターン、大歓迎です。長野県から IT を盛り上げたい、発信したいと方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、日本システム圏のブースへいらっしゃってください。よろしくお願いします。日本システム圏さん、ありがとうございました。はい、次は、JX 通信社さん、よろしくお願いします。はい、JX 通信社です。今回僕らのブースでは Python を使ったミニゲームを用意しております。今回ターミナルでアクセスする形にしておりますので、手元の HTTP クライアントを持ち寄って、あ、大丈夫ですか？あ、もしもし、もしもし、ビデオオンにしていただけますでしょうか？はい、あ、ビデオオンですか？わかりました、すみません。これで大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。すみません、なるほど、どうしようか、途中から大丈夫ですか？あ、続けてどうぞ。はい、すみません、今回ターミナルで完結する形にしておりますので、ゲームの方手持ちの HTTP クライアントを持ち寄っていただければと思います。で、クリアできた方にブランケットを5名の方に用意しておりますので、ぜひぜひご参加ください。ちなみに1日までもしクリアされた方ちょっといらっしゃいましたら、大変お手数ですがちょっと抽選の登録サイトさせていただきますので、別の方でやり取りさせていただければと思います。参加お待ちしております。以上です。JX 通信さん、ありがとうございました。はい、次は、スラックテクノロジーズ、LC さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。今年から初めてスポンサーさせていただいているスラックから来た瀬良と申します。スラックはですね、1点だけこちらのスライドにある Bolt という新しいフレームワークの名前をぜひ覚えて帰っていただければと思います。この Bolt を使うとですね、インタラクティブなスラックがアプリ、例えばなんかボタンを置いたりとかモーダル開いたりとか、そういったのが非常に簡単に作れます。そしてですね、この Bolt の Python バージョンをですね、大部分私が手掛けましたので、もしなんかその詳細について話したいみたいな方がもしいらっしゃれば、ボイスチャンネルでお待ちしてます。あとこちらのスライドのリンクとか、あともっと簡単に試すための手順っていうのをブースのテキストチャットに貼りましたので、ぜひアクセスしてみてください。以上です。よろしくお願いします。スラックテクノロジーさん、ありがとうございました。はい、では次は、株式会社アイリッチさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。株式会社アイリッチです。弊社のブースでは、日常の業務の中で得られた Python の活用事例であったり、あとは弊社の自社サービスであるファンシップについての記事を掲載しています。具体的には現在スライドに移していただいている、愛される仕組みを作るファン育成プラットフォームファンシップ、課金メトリックス、築地レポート自動生成、ジャングレストフレームワーク、もう一度意識しようクエリセットの評価タイミング、それから、テレワーク環境下でのコミュニケーション促進ツール、チャットスケジューラーという4つの記事を掲載させていただいています。興味をお持ちくださいましたら、ぜひ一度弊社ブースまで足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。株式会社アイリッチさん、ありがとうございました。次は、ウェット株式会社さん、よろしくお願いします。はい、ウェットのタンと申します。僕たちは、ワンっていうレシート買取アプリを作っています。で、今1億枚のレシートのデータがあって、そこの、まあ、OCR して購買データにこうデータ化していくところっていうのに Python 使ってます。まあ、そこは結構泥臭いことやっていて、まあ、その裏側みたいなところを、お話しできればいいなと思ってます。ブースのなんかリードミーのところに結構、会社紹介とかその Python どうやって使ってるかってブログ記事載っけてるので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ウェット株式会社さん、ありがとうございました。はい、次は、有限会社クルス川電産さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。クルス川電産の山口です。クルス川電産は自動運転やロボットなどに関わる技術やサービスを研究開発するベンチャー企業です。自らの生産性を高める文化があり、AI や機械学習に関わる基盤サービスも作っています。オープニングビデオで流れたあのハブもその一つです。Python 活用事例、技術やサービスの裏側、転職相談など何でも聞いてください。ブースで待ってます。クルス川電産さん、ありがとうございます。それでは、次に、株式会社ユーザーベースさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。株式会社ユーザーベースのガオです。ユーザーベースは、経済情報で世界を変える、をミッションとしています。スペシャルブースでは、会社紹介だったり、開発チームの紹介、あと普段の機械学習業務の紹介をしています。
また、開発チームが実践しているペアプロ、テスト駆動開発の実演をしていますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。ユーザーベースさん、ありがとうございました。はい、では次に、ジョンソン&ジョンソン日本法人グループさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ジョンソン&ジョンソンの山田と申します。今こちらバンドエイドだけじゃないって書いてありますけれども、実はジョンソン&ジョンソンってリステリンとかバンドエイドのイメージ強いと思うんですけれども、そういう消費者向けのものは4分の1ぐらいしかなくて、他はほとんどお医者さんが絡む、機器だったり、薬だったりを作っているメーカーになります。ジョンソン&ジョンソンのブースではそういうメーカーで Python ってどうやって使われているのみたいな具体的な実例を、いろんな事業部からの例として、紹介させていただきます。スタンプラリーとかもやってますので、ぜひご興味あればいらしていただければと思います。よろしくお願いします。ジョンソン&ジョンソンさん、ありがとうございました。はい、それではこちらで、スペシャルブース、各社ご紹介させていただきました。ぜひ、スタンプラリー等で、ブースを回っていただいて、全部回らなくてもスタンプラリー、応募できますので、ぜひ1社でも2社でも、ぜひ回っていただいて、ブースでお話聞いたり、スタンプラリーで景品を当てたり、ぜひしてみてください。よろしくお願いします。はい、ではこちらで、スペシャルブース紹介の方終了します。ありがとうございました。